日本ハムファイターズの今川選手、二軍暮らしが続いていますけれども、二軍でとんでもない状況になってしまっていると、こちらについて見ていきたいと思います。まず前提として、今年も今川選手ブレイクを期待されながらも、なかなか活躍できないというシーズンになってしまっています。今年はオープン戦で少ない出場機会ながらも、しっかりと結果を残しまして、もしかすると開幕1軍もあるかというところだったんですけれども、ギリギリのところで開幕2軍スタートということになってしまいました。やっぱりバックアップで江越選手であったり、磯畑選手であったり、こうした守備走塁要員の選手が入ったことによって、今川選手が1軍入れなかったという状況でありました。ただですね、2軍で好成績を残しまして、いつ上がってくるんだろうと、ずっと期待されるぐらいいい成績が残っていた中で、ようやく5月の上旬に1軍に昇格という流れになりました。ただ1軍に上がってからは19打数の4安打、打率としては2割1分1厘、ホームランなし、OPS が474という成績になりました。正直起用された機会が少なかったので、その中で結果を残すっていうのは、相当難しい状況ではあったと思うんですけれども、やっぱり今川選手の立場的にはもうそこでチャンスをつかむしかないという状況でもありました。そこで結果を残せなかったので、わずか2週間ぐらいだったんですけれども、その期間のみの1軍帯同でまた2軍に降格ということになってしまいました。2軍ではですね、今年だけでなく、過去プロ入りしてからずっとですね、OPS 0.85 以上を記録していて、もう2軍だと打率3割超えは当たり前、ホームランもある程度打てると、そういった成績を残し続けているんですけれども、やっぱり1軍の壁にどうしてもぶつかってしまうと、そういったシーズンが続いていますね。1軍で一度2桁ホームラン打った、2022年のシーズンありましたけれども、このシーズン以外に関しましては、なかなか1軍で結果が残らないという状況になっています。やっぱり今川選手は守備走塁面が売りの選手ではなく、どちらかというとこっちには課題がある選手ですから、圧倒的な打力がない限りはなかなかスタメンで起用したりレギュラー定着というところは難しいという選手でありますので、やっぱり与えられるチャンスも少なく、その中でしっかりと打撃成績を上げていかない限り1軍に定着できないと、そういった状況になってしまっています。では続いてですね、今川選手の現在の状況がまずいと、こちらについて見ていきたいと思います。今川選手が現在置かれている立場ですけれども、まず外野手、他のメンバー見ていくと、2022年松本選手がいきなり首位打者を取りましてレギュラーを確保したと。そして昨年は万波選手が一気にブレイクをして、この松本選手、万波選手、二人が圧倒的な成績を残したことによって、現状としてはレギュラーを獲得したような形になりました。そして今年は現役ドラフトで加入した水谷選手が大きく台頭してきていて、このままもしかするとレギュラーを取っていくんじゃないかと、それぐらいの感じになっています。交流戦でも首位打者を獲得しました。加えて、郡司選手であったり、清宮選手、そして今2軍ですけれども、野村選手、こうした選手は、今川選手以上に打力が期待されている、そして結果も残してきているという選手ですから、今川選手がレフトを守るということになりますと、こうした郡司選手、清宮選手、野村選手とか、こうした選手もレフトを守ることができますので、やっぱり打力で比べたときに、これらの選手の方が打力高いぞということになってしまうと、なかなか今川選手の出番が回ってこないと、そういった状況になってしまうのは仕方ないですよね。なのでやっぱり打力が売りっていうところだけでは、なかなか出場ができないと。なので立場がどんどん厳しくなってきているという感じです。そして今川選手は、社会人を経てプロ野球の世界に入ってきている選手ですので、やっぱり即戦力として求められた選手です。プロ入り4年目と、まだそこまで歴は長くないにしても、もうすでに27歳で中堅選手という立ち位置になってきました。日本ハム、若い選手がどんどん台頭してきているチームの中で、決して若いという選手ではなくなってきています。そして新庄監督は外野手出身で、現役の時のプレースタイルとかを考慮しても、やっぱり外野手の守備走塁面を、結構重視する監督で、他の球団なんかはレフトはもうとにかく打てればいいという感じだったりするんですけれども、新庄監督は比較的、レフトなんかも守備走塁面を考慮して起用すると、そういった方針がある監督です。なので、打力を売りにしてこの今川選手がスタメンを勝ち取っていくということを考えると、やっぱり相当この選手はもう守備走塁少し目をつぶっても、もうバッティングの面で起用したいなと、そういうふうに思わせる必要があるわけですね。それかもしくは守備走塁の力をどんどん上げていくと、そのどちらかが必要になっていきます。
そして今年今川選手2軍で結果を残し続けて、ようやく満を持して1軍昇格という感じだったんですけれども、そこでもわずか2週間ぐらいでそこまで出場機会っていうのが多くなく、2軍に降格というような形を見ますと、やっぱり清宮選手とか、他の選手と比べてもこの今川選手への期待感っていうのがちょっと薄い、そういった評価も見えてきますし、もう本当にあと何回チャンスあるんだろうと、それぐらいの状況までちょっと立場としては追い込まれていると、そんな今川選手でございます。そんな今川選手が現在2軍でプレーしているんですけれども、ちょっととんでもないことになっていると、こちらも見ていきたいと思います。今川選手の現在の2軍の状況なんですけれども、まず成績から見ていくと、55試合の出場で打率が3割5厘、ホームランが4本、打点が25、出塁率3割5分4厘、OPS820、得点圏打率4割7分1厘です。2軍の成績自体は例年より少し落ちているとはいえ、OPS0.8 超えていますし、そういった成績をずっとキープしているという状況ですから、2軍成績は悪くありません。ただですね、起用法がちょっと変わってきていると。5月19日の1軍での試合を最後に2軍に降格しているわけなんですけれども、2軍に降格してからですね、スタメン起用が激減しているんですね。最初の1軍昇格までの期間は、だいたい6割から7割ぐらいはスタメンで起用されていたかなと、それぐらいだったんですけれども、2軍に降格してからは約2ヶ月でここまで8試合しかスタメンで起用されていないんですね。そして7月で見ますと、7月の10日まで1回もスタメン起用がありませんでした。というのも2軍では外野若い選手、例えば宮崎選手であったり、あとは坂口選手とか山口当たる選手とか、こういった若い選手起用されていて、他にも今川選手以上に成績残していたりとか、ここから1軍昇格あるんじゃないかという野村選手であったり、スティーブンソン選手であったり、こういった選手が2軍で起用されているという状況ですね。スタメン起用があまりに少なくなっているので、もしかすると故障していたのかなというふうにも思ったんですけれども、7月に途中からレフト入ったりしているので、おそらく故障とかではなく、単純にスタメン起用が減っているという感じだと思います。江越選手も同様に昨年は1軍で結構起用されていたんですけれども、今年は2軍での出場が、スタメン起用ほとんどないという状況が続いています。こうした起用法の変化を見ると、チーム内での立場がより厳しくなってきている、こういったところが読み取れますね。そして7月11日ですね、指名打者で7月で初めてスタメン起用されました。そしてこの試合はホームランを放っています。6月27日もホームランを放っておりまして、調子としては上がってきていますので、こっから一気にアピールしたいところです。新庄監督は過去にこの今川選手は一振りで試合を決められると、代打としても期待しているというコメントがありましたので、1軍で数少ないチャンス、もしかしたら代打かもしれないですけれども、そういった機会でしっかりと結果を残して1軍定着期待したいと思います。以上です。